ちは、本日なんですけども、ここリバーサルジム新宿 BB さんに、お邪魔しまして、ちょっとゲストでリオデジャネイロオリンピックレスリング日本代表の井上智博さんと、プロバレーボーラーの高橋翔さんに、お越しいただきまして、はい、今日は剣道に役立つトレーニングをちょっと教わりたいと思います。あまりね、剣道ってトレーニングやるイメージがないと思いますけれども、こういうすごい人たちからトレーニングを教わって、みんなぜひちょっとやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。どういったんですか？そうな、どの競技も体幹ってすごい重要だと思うので、はい、体幹です。まあ、道具使わずに一人でできる体幹、はい、もうそれ最高です。はい、もう皆さん大体コロナで家にいたりとかするので、ああ、そうですね、ぜひ家で、高橋さんにも一緒にやっていただきますので、はい、おまけみたいなもんですけど、いやいや、もうこれぜひね、生かしていただいて、はい、そうですね、はい、お願いします。はい、そうですね、腹筋ローラー、アブローラーっていうのがね、あれに似たような動きをやりたいと思います。まずはこう、立っていって、捨てて、で、このまま歩いて、で、限界のところまで伸びて、まあ、ここまで折れる形で、こういうのを歩いて、すごいです。あとは足近づいて、また歩いて、これを繰り返してね。はい。ちょっと高橋さんに、一度、やりますか？バレーボールもやります。あ、お、バレーボールやりますか？やりますね、この人。アップとかで。アップで。ここからですね。ここから来て。おお、強い、すごい。見えましたよ。抜けないように体幹がお腹がこう伸びたようにお腹が落ちてしまう。はい、やっぱ力入れないと腰痛みが怖い、落ちちゃう。ああ、確かに、こう、そうそうそう、多いです。はい、じゃあね、はい、しっかり大きい力入れて、うん、無理ならもうここでもいい。あ、はい、で、足に力入れて回して、できるところまでいいから、で、腰反らない。結構ね、視聴者さんでちょっと高齢の方もいらっしゃると思いますので、ぜひあれぐらいの角度でちょっとやっていただいて、まずはね、やっていただいて、それで自分ができるなと思ったら、負荷をちょっとどんどんちょっと強めていただけたらなというふうに思います。そして2個目、2個目ですね、はい、名前はちょっとわからないですけど、はい、次、まあ、さっきタグの動きがあったので、次、横をねじる、はい、でこうやってレスリングの特有ですか？そうですね、他の競技がやってるかどうかちょっとわからないですけど、レスリングはよくやってる。ちょっと、まあ、腹筋のこのこういう腹筋の肩を作ってもらって、はい、まあ、このままちょっと前後に入れて、入りかごみたいな、体が浮いた方をねじと下ろして横に進む。横に進むんですよ。横に進むんですか？反対も一緒で、浮いた方をねじる。で、タイヤと一緒に進ませるっていうか、まあ、進むときはこっちが上がらないと進まないので、はい、この基本こういう動き、ゆりかごの動きをしている中で、体をねじる。めっちゃ多いですね。で、反対も一緒で。あで、リブスティックですね。あ、多分そうなんです。薄めにやってるんです。こうやってリブスティックは、あ、すごくない？あの動きに今似てます。今はこういう風に逆にこれで横に行く。こうした状態で見た方向をひねる。あ、あれ進む方向と逆にひねって、こっちとこっちどうですか？浮いたら向こうに進みたい場合はこっちにひねって、つけて、ついたらねじる。すみません、僕全然わかんないです。難しいです。この骨盤で反対の動き、あれ難しいと思う。難しいっすよ、これ骨盤でそれを前後ゆりかごしてる状態で、あ、そう、どうですか？ああ、わかりました。ひねって骨盤でこういう風に両一緒って乗ってる感じ。浮いてる、つけたら、上半身つけたらひね
半身は違う。こういう下半身か上半身。すごい。よく読みません、ね、こんなに。よく。すごい。いやもうでもこれ滑ちょっと今滑ってますね。滑ってますけど。滑なかった。ちょっとレベル高いですけど、これできたら結構横の動きめちゃめちゃ強くなる。そうですね。で、こうどこに結構効くんですか。真ん中体幹と、どこに来てるんですかね。僕はあんまり感じないんですけど、はい、でも使い方によってはめっちゃ似てるんですよ。すげえ。似てることない。じゃあこの2つ、ぜひ井上さんからですね、このトレーニング2つ、教わりました。皆さんぜひオリンピック選手やってますオリンピック選手やってますそうです、ね、だからぜひちょっと皆さんちょっとやっていただいて、怪我のないように、ぜひ体強くして、剣道楽しんでやっていただけたらというふうに思いますので、またよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。